はい、ではここでメール紹介します。木塚和紙おいねさんからいただきました、うん、おいねさん、おいねさんです。突然ですがフランプルの皆さんにやってほしいことがあります。どうした、どうしたんですか。何ですか。それはドキッとさせる言葉しりとりです。どういうこと。簡単です、うん、思わずドキッとしてしまうような言葉でしりとりするだけです。めっちゃ得意やで。女ドキッとさせるセリフでも構いません。おー、ということで。なるほどね。あーから行く。あーから行く。あーからが、あーは簡単やな。あーは簡単やな。いやもうね、うん、余裕取れやつや。言うや、言って言って言って。愛してるよ。おーい、出た。よよよよよよね。酔っ払っちゃったかも。お、どんどん出てくるやん。おーい、もう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 我慢できない。なかなかいったね。もう我慢できない。ドキって、まあ、ちょっとドキってするか。コーンフレークのあれ。え、な、何まあ、そっちのね。そっちかな。ね、うん。いい、いい。どういう時にドキ、家の鍵閉めたかな。ああ、ドキッとする。そういうドキッとパターンね。あ、もうそのパターン入ったら何でも出てくるやつや。うん。名古屋やん、今日。ドキッとするわ。ドキッとさせるってか、うまいことなんか、うまいね、なんかそういうドキッとする。確かに。忘れてたんかな、だから。ドキッとした。やべ、今日名古屋やっていうことな。ドキッとした時の言葉やけどね。会社行ったら名古屋やなかなか。誰もらう時ね。え、そういうことなん、そのやってほしいこと言ってんのは。多分違うね。多分違うやろな。もうちょっとあれじゃないの。好きな子に言う言葉やと思ってんや。言って言って。うち来る？ああ、なるほどね。ルー。ドキッとさせる、ドキッとさせる。ルー。ルーはむずいな。ルールやから。ドキッとするわ、なんか。いいな、お前の声せこいわ、なんか、ね、もう。ルールやからって、俺が言っても全然響かんもん。今の、ルールやからいいな。ルールやから。うん、なんか、出た感あるわ。俺一個も出てけへんわ。ほんまにポンコツねん。どうしたんや。それだからときめくような言葉って分かれへんね。毎日番で言ってそうやんけ。うん。うん、ラーやで、ラ。ラ。ラーとかー。ライブ、ライブ、ライブ、ライブ。ライブ見に行けへん。え、タックス。うんで終わったかな、しかも。素晴らしい。ポンコツじゃなかった、ある意味。すげえ。奇跡起こした。いや、これ、そういうこと。ねえだって。ABC ラジオ、フランプール。秘密の部屋。今ラジオを聞いてくれてる人にメンバーの秘密を一つばらします。メンバーの酒井和樹は最近してます。待てフランプールは嫌いにならないください。待て待て